はい、視力チャンネルでございます。本日のですね、ご紹介する商品はこちらです。ですね、今日発売になりました、妖怪メダルゼロ、新打ち、カイマカイマ、ほんまカイマというね、なんか、すごいですね、この題名がね。本日発売ということで、今日、たまたまちょっと行ったらね、売っておりました。っていうのも今日はね、妖怪パッドの、まあ、発売日ということで、上新がですね、ちょっといつも買ってる上新がですね、今日発売じゃなしで、なんか19日にね、なんか発売ということで、なんか抽選販売ということでね、そういう形になってまして、本当ね、そんなんだったらね、その抽選しなかった、やらなかったんですけど、まあなんかね、いつも買ってるところですんでね、まあとりあえずまあね、申し込んでやったらいいかと思ってやったらね、なんか発表が19日らしくて、なんか全然ね、ちょっと段取りが狂ったというかね、それでまあ今日行ったら、こちらのね、タイプ0式対応の、こちら、新打ちのメダルの方が売っておりましたのでね、早速買ってきました。ですね、まあ買った枚数は1枚、2枚、3枚ということで、3つ買いましたのでね、こちら早速ですね、開封してね、中身の方ですね、確認したいと思います。はい、ではですね、もう早速行きましょう。じゃあですね、一つ目からこれから行きましょう。はい、行きますよ。さて、どんなやつが出るのかな？これ何が出るのかな？これね、アペリカンとかありますね。なんかま、なんか僕もちょっとよくわかんないんですけど、まあ、とりあえずね、当ててみましょう。なんかマスターニアだとかね、あるみたいですね。じゃあちょっとね、開けてみましょうね。何が出ますかね。さあ、はい。はい、行きます。いつも通りのね、まあこういうやつですね。はい、じゃあ行きますよ。どっちだ？こっちか。はい、行きまーす。まず1枚目行きまーす。せーの、じゃん！あ！スティーブ・ジョーズ。スティーブ・ジョーズ出ました。2枚目行きまーす。あ、なんだこれ。ケーキ券カイ。っていうやつですか？はい、ちょっと当ててみましょうかね。普通のケーキ券は持ってないけど。うん。こっちの経験、ちょっとね、見てみましょうね。どんなやつかね。はい。はい、こちらね、経験券回っていうのと、はい、はい、こちらです。スティーブ・ジョーズです。出ちゃった。出ちゃいましたね。このメダルね、多分妖怪パッドについてたはずなんですね、これね。はい。ね、先にね、出ちゃいましたね。まあまあ、まあまあ、いいでしょう。ね、出てもうたって感じですね。はい。ね、カイマカイマ、ほんまカイマって感じですね。はい、2枚目いきましょう。ね、これね、ダブっちゃいますね。スティーブ・ジョーズはね。間違いなく。間違いなくね。はい、いきますよ。1枚目いきまーす。ズン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 。あー、これ絶対カイマ妖怪だ。なんだこれ、カイマ妖怪。なんだでしょう。はい、これ何これ。エンラエンラカイ。エンラエンラカイ。エンラエンラカイです。はい、もう一枚いきますよ。せーの、じゃん。大山素直。大山素直さん。大山素直らしいです。なんか名刺出してますね。大山素直ですっていう感じで。なんかサラリーマンみたいな、あれですね、妖怪ですね。確かにサラリーマンだ。ねえ、サラリーマン妖怪なのかな、これ。はい。はい、これね。素直な妖怪なんで。砂山素直さん。あ、大山素直さん。はい、これね。大山素直さん。それと、こっち側ね。なにこれ。エンラエンラカイ。はい。はい。またカイの妖怪が出てきましたね。はい。出てきましたね。最後一泊。はい。最後一泊いきまーす。いきますよ。はい。いきまーす。はい。なんかね、今日から発売でね、なんか売ってたのがね、嬉しかったですね。っていうか、発売日も僕も知らなかったので、ね。まあ、ちょっとね、行ってなんか、もう、あ、古典メダルですね。いきますよ。はい。いきまーす。カイまだこれ。せーの。はい。なんだこれ。あー、ダブっちゃったー。嘘。あー、ダブったー。またスティーブ・ジョーズじゃん、はい。ダブりましたね。もう一枚、何でしょう。いきます。せーの。じゃじゃじゃん。お、何これ。肉食い男。肉食い男。すごいですね。肉食い男。なんかそんなメダルがあるんですね。へー。あら、ちょっとね、ホロとかが出なかったですね、今回ですね。ホロのところが出なかった。ホロメダルが出なかったですね。珍しいです。いつもね、大体ホロが出るんですけどね。肉食い男。あと、これが。ケウケ見解ですね。ダブっちゃいましたね。まあいいでしょう。はい。じゃあですね、ちょっとこちらね、音声確認してみましょうかね。はい。まずどれからいきましょう。このダブってやつ。カイマやつでいきますか。これでいきましょう。じゃあね、これいきます。はい。この曲が違う、これ。はい。これね、K
ケンケ限界です。ほら、ここのマークが違う。違いますね。いきますよ。よっ。あ、電池ゲット。ほいっと。これ一回抜いてもう一回やってください。はい、わかりました。いきます。おっと、召喚の構え。聞いたことあるのかな。ああ。ゲームで聞いたことありますよ、これは。うん、面白いですね。はい、次行きましょうね。よし、これ行きましょうね。カイマの方から行きましょう。エンラエンラカイ、これ行きましょうね。行きます。はい、じゃあですね、次ですね、これいきましょうかね。肉食い男、肉食い男いきましょう。いきますよ。肉を食う男っていいの。ちょっと待って、ちょっと待ってますね。一からやりますね。はい、なんかみんなね、俺の友達出てこいとか言ってね、やってますもんね。ちょっと恥ずかしくて。おっと、召喚の構え。ズン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 、なんかできないですね。はい、いや、肉食い男ですね。はい。はい。次行きまーす。ほぼなし。はい。このね、これ行きましょうね。大山素直さん行きましょう。行きますよ。おっと、召喚の構え。はい。ポカポカ召喚であります。大山素直。大山素直、そのままでしたね。え、そうなんだ。大山素直。なるほど。はい。はい。じゃあ、これいきますね。これね、多分確かね、妖怪パッドにもついてたはずです、これ。はい。おそらくね、もう今日すごく流れてるんじゃないかと思います。19日にね、多分変えると思いますね。その時またね、レビューすると思いますけど。まあ、被りますけどね。もう一回いきます。召喚の構え。ノロロン。ノロロン。あんま聞かないですね、これね。ノロロン召喚であります。スティーブン・ジョーズ。おお、なるほど。なんかあれですね。スティーブン・ジョーズって言ってますね、これね。はい。はい、とですね、はい、まあこんな感じでね、今回出たメダルですね、一応ちょっとおさらいしておきまーす。はい、順番はちょっとね、バラバラですけどもね。はい、こんな感じのメダルです。はい、ね、こんな感じで出ました。はい、ね、まあちょっとね、なんかアペリカンとかね、なんかああいう売ってるやつがちょっとね、本当欲しかったんですけど、今回出なかったですね。はい、またね、売ってましたらまた買いたいと思います。はい、というわけでですね、こちら、ね、妖怪メダルゼロ、新内、カイマカイマ、ほんまカイナっていうね、今回ね、メダルの、新しいメダルのね、レビューでした。はい、開封レビューでしたね。はい、ありがとうございます。はい、チャンネル登録の方ですね、またよろしくお願いします。